南関東ラインがじわっと前へと進軍ですが、堀が野口を突っ張りそう。足を使っていく3番野口博士と8番堀健樹、それでも強引に主導権、3番野口博士後ろを確認して2番新山恭平は7番手で鐘が入りました。野口が先頭で後ろ7番和田健太郎、そして5番成田健二と南関東3人の主導権でホームストレッチで一気の加速。2番新山恭平、9番竹内が離れる。さあ短期でまくり上げていく2番新山恭平、さあ後ろで7番和田健太郎が野口の援護に徹しているが、乗り越えて2番新山恭平両者並んでくる。3番野口、2番新山、その後内から8番の堀健樹がもう一度縦足を伸ばしてくる。さらに外に出して1番西村光太が一気の足、西村光太、野口博士、新山恭平、3番の野口博士がゴールイン。3番野口博士逃げ切り勝ち。